丈夫。ねえ、みんなの恥ずかしいところもちゃんと受け入れていくからさ、気にしないで。好きなことつぶやいてほしい。やっぱ X ってそういう場所だから、自分の趣味を全開にすることが大事だから、気にしないで。めっちゃ半脱ぎのみこちみたいなのいいねしてるのも別に、ねえねえ、わ、今日もハレンチの絵をいいねしてるなとか思ってないよ。あ、今はそういう気分なんだなって思うようにしてる。〇〇さんが〇〇をいいねしましたって言ってねえのスケベな絵いいねしてても、あ、今はちょっとスケベな気分なんだなって。だからたまに間違ってリツイートしちゃうんだよね。ツイートの表示で出てくるところではそんなにエッチじゃなかったから、うん、もうと思ってリツイートして、なんかその画像を保存しとこうと思ってタップすると、なんかめっちゃねえがもうパンツ一丁だったりとか、なんかめっちゃベラボーに脱がされてたりとか。でも大丈夫ねえ、別にみんなのことスケベだって思ってないよ。今はスケベの気持ちなんだなって思ってる。なんか深夜とかにツイッター寝れなくてちょっとヘラついしてやろうかなと思ってツイッター開いた時に、あのよく見る、よくコメント欄とかに来てくれる、よくねリプしてくれるみんながスケベな絵をいいねしてたら、あ、やっぱ深夜だからなって。私女の子だよって教えてくれてる猫の子がたまにスケベな絵をいいねしてても、まあ女の子にだってそういう気分の時はあるよなって、わかるよ、ねねもそう思うって思ってるだけだから大丈夫。みんなのことスケベだなんて思ってない。ではスケベな気分なんだなって思ってる。なんかもう全然関係ない、ホロライブですらないスケベな絵をいいねしてる人とかのはもう本当に今はスケベな気分なんだろうなって思うようにしてる。海外ニキがツイッターのエッチな漫画にいいねしてても、あ、今はディープセクシーな気分なんだなって、フィーリングディープセクシーなんだなって、ユーシンクディープセクシーな気分なんだなって。いやー